東洋文庫、公益財団法人東洋文庫は、東京都文京区に所在する東洋学の専門図書館、研究所である。英語名は、ザオリエンタルライブラリーであるが、東洋文庫としても知られている。東洋史と文化に関する文献資料を収集した東洋学専門図書館であり、EU 東洋学研究コンソーシアム、フランス極東学院、台湾中央研究院、 ユネスコ東アジア文化研究センター、ハーバード遠鏡研究所などの海外の東洋学関連研究機関との提携も進んでいる。東洋文庫の基礎は、1917年に三菱財閥の第三代総帥、岩崎久也が当時中華民国の総統府顧問を務めていたジョージアーネスト・モリソンの所蔵する中国に関するオーブン文献の膨大なコレクション。 モリソン文庫を購入したことに始まる。さらにバックには、井上淳之介蔵省の強力な後押しと根回しがあったことも否定できない。井上淳之介蔵省は、初代の東洋文庫の理事長にも就任している。岩崎久也は、モリソン文庫に加えて、和書、関籍をはじめとする東洋諸言語文献を収集し、日本を含めた東洋全域を 網羅的に扱うコレクヨンを構築した上で1924年に東京本駒込の地に民間の図書館兼研究所である財団法人東洋文庫を設立した。設立後、久屋自身は文庫の運営に一切関わろうとはしなかったが、必要な図書費や研究費の支援は惜しみなくいった。三菱の海外支店を通じて代金の支払いが確実になされるため、 東洋に関する領書や貴重書が現れるや、世界中の書店が先を争って文庫に購入を持ちかけた。東洋文庫は、こうして、東洋学関係図書の収集、研究書の出版、国際交流などを行って、地方を確立したのだが、第二次世界大戦後の混乱期には支援者である三菱財閥の解体により経営が混乱となり、蔵書は三逸の危機に瀕した。 この旧地に対して、1947年に理事長に就任した、渋原基重郎元首相の尽力により、国会が支援に乗り出し、1948年に、同じく三菱財閥の支援下にあった、聖華堂文庫ととに、発足したばかりの国立国会図書館の支部とされた。これにより、国会図書館は、東洋文庫内に、支部東洋文庫を置き、 文庫の図書館部門の閲覧業務を受け負うことになった。あとに、聖華堂文庫は経済的に自立して支部図書館を廃止したため、東洋文庫のみが施設内に国立国会図書館の支部を残した状態が長らく続いていたが、2009年3月末日をもって支部契約は終了した。現在は特殊公益増進法人に認定された財団であり、その必要資金は 自己資産や、三菱グループからの寄付金及び国等の補助金で、賄っている。井上純之助以降の歴代理事長には、著名な人物として、白鳥倉吉、紫原喜十郎、細川森達等がついている。2012年現在、理事長は、牧原稔、文庫長は、柴吉信で、両者を兼任した時期もあった。表現会、理事会、 部長会等での意思決定を経て、通常の業務は、図書、研究、普及展示、総務の各部職員が取り行っている。数人の専任研究員、大半は評議員で名誉教授出身がいる。1961年からは、ユネスコの要請によって、ユネスコ東アジア文化研究センターが付置され、2003年にセンターが集結するまで、 アジア文化やアジア研究の動向を世界に紹介する業務を行ってきた。2011年10月、東洋文庫ミュージアムを併設した新本館がオープンした。図書資料館としての東洋文庫は、和書、オーブン資料のほか、関籍アジベット語、タイ語、アラビア語、ペルシア語、トルコ語などのアジア諸言語文献を蔵書としている。内訳は、関籍40%。 要所30%、和書20%、その他アジア言語10%となっている。特に現地語文献については、多くの言語において早い時期から組織的な収集を行っており、日本有数の蔵書点数を有する。全種類の資料を合わせた所蔵総数は約95万点であり、5件の国宝と7件の重要文化財を含む、 また特色あるコレクションとしては、中国関係王分資料を中心とする、モリソン文庫、モリソンの子息が収集した東南アジア関係資料を中心とする、モリソン二世文庫、岩崎久谷久蔵の和古書コレクションを中心とする、岩崎文庫をはじめとして、文庫長であった、江木和夫などの国内外の研究者、収集家による蔵書群も収蔵されている。 図書の閲覧資格は特に設けてはいない。追加利用の場合に限り、身分証明書の持参で閲覧することは可能だが、継続利用する場合には、研究者や研究機関の紹介上の持参を経て発行される閲覧が必要となる。そのため、アジア地域の歴史、文化の調査研究を目的とした研究者の利用が多い。閲覧は、 無料で行われているが、資料の考え貸し出しは禁止である。文献の副写サービスも行っているが、資料の保存を第一の目的としているので、利用者の側から見ると制約が多く、また費用も比較的高価である。ホームページ上で、書誌データと画像資料の一部を見ることができる。研究部門は2003年に再編され、伝統的な地域。 時代ごとの研究グループを要する歴史、文化研究室とアジア広域に関する研究を行う長域研究室の2本立て5研究部門に分かれている。研究部門の各研究班は研究員の個人的研究のほか研究チームによる共同研究を行う。研究部門には数十人の研究員が属するが大半は外部の研究者が無給で移植された。 任研究員である、研究の成果を発表するための出版活動も行っており、所蔵資料の工程、研究や研究所などが東洋文庫から出版されている。東洋文庫が出版する定期観光物、東洋学法は、東洋学専門の学術史として、本国内で高い評価を受けており、応分によって日本における東洋学研究を世界に紹介することを、 目的として出版される東洋文庫を分岐用も国際的に知られる。また、研究成果を地域と社会へ向けて還元するサービス活動として東洋学講座などの公開講演会などを行っている。東洋文庫自身によるガイドブックにアジア学の宝庫、東洋文庫東洋学の資料と研究弁制出版2015年がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。